今来ているところは JR 淡路駅であります。大阪東線のですね、新大阪三上水田からですね3つ目になるんですけれども、ちょうど今ですね1番線新大阪方面を貨物列車がですね通過している場面になります。まあどちらかといえばこの JR 大阪東線になる前はですね、上等貨物線という名前でですね貨物専用の路線だったんですけれども、1年前、いわゆる3月にですね JR 大阪東線の開業とともにですね、こちらの名前になりました。ちょうど今貨物列車が通っていたところになります。この JR 淡路からもですね石戸北公園通りと南水田が130円で、JR の新大阪までがですね160円、東淀川もそうなんですけれども、大阪、福島、吹田、姫路、市議の花店、京橋などからも180円、そして尼崎からも220円で行くことができるんですね。ちょうど JR 淡路駅の東口から出てすぐには覚明寺というですね、お寺があります。その JR 淡路駅の方から上新城の方までですね歩いていきたいと思いますが、今回は東淀川区役所を経由して歩いてくることにします。東口から菅原方面にですね向けて歩いてくることにしますが、今回もですねまた違った道でですね進んでいければというふうに思っています。まずは左の方へと曲がって菅原6丁目の、本当に道の狭い住宅地の中を歩いていることになります。でするとですねまた道の幅がですね広くなる道路の方へと出てくるんですね。そうするとここからですね両方向行ける、住宅地の中の道路を歩いてくることになります。今度は左の方へと、曲がってきました。そうすると、まあ、この辺りはですね格安の自販機がですね2つほどあるんですよね。住宅街の中いわゆる郵便局へとつながる道路であります。道中で左を3度曲がって菅原7丁目の住宅地の中を歩いていることになります。そうすると右へ曲がるとですね府道14号の大阪高槻京都線沿いに出てくることになります。でここから右の方へと曲がっていきます。大阪高槻京都線沿いを越えて菅原地区そして方針地区の方へと向かってくることになります。左手に見えてくるのが菅原幼稚園になります。その正面前の桜のもですね、まあ、葉桜になりながらになっているんですが、桜の木をですね残しているという印象ですね。しばらく菅原の住宅街の中を歩いてきましたが、東淀川区役所前の拳通りの方へと入ってきました。ここからですね東淀川区役所の方へと向かうことになります。こちらが東淀川区役所になります。その拳通りから信号を渡らずに左の方へと曲がること、入ってくることになります。東淀川区役所から左の方へと曲がって蛇行方面の方をですね右に見ながら進んでいることになります。そしてこのやっぱり東淀工場の前に、確かかるということですね。本来であれば、阪急京都線の線路をくぐって泉谷上新城店方面に行くのがセオリーなんですけれども、今はですね方針3丁目付近を歩いているということで、住宅街の中を歩いているということになります。ちょうど今ですね遮断機の方がですね降りたんですけれども、この阪急京都線の踏切ですね、こちら菅原道踏切道になるんですけれども、ここからですねちょうど今9300.09円、そこからですね、まあ、左手の方が関大北陽高校中学校になるんですけれども、そこを見ながらですねこちらから阪急上新城駅の方へと向かうこともできるんですね。いわゆる裏道ということになります。阪急京都線のですね線路を右奥に見てですねちょうど狭い道の方へと入ってきて、ちょうど上の方東海道新幹線の高架が見えてきました。そこを抜けてくるとですね阪急上新城駅の方へと向かうことができます。阪急上新城駅南口の方に着きました。 JR 淡路駅から東淀川区役所を経由してこちらまでやってきたんですけれども、時間にして23分54秒、距離にして 2.45 キロ、
3345歩の188キロカロリーでやってきたわけなんですけれどもね、ぜひとも新型コロナウイルスにかからないようにですね、ご注意をお願いしたいというふうに思います。 JR 淡路駅から東野川区役所前を経由して阪急上新庄駅南口までを歩いてきました。